まったくこんなに散らかして。こういうのはしっかり隠しとくのだ、息子よ。それにしてもどうしたものか。中学生とかなら、まあわからなくもないから見て見ぬふりするけど。うちの主ちゃんはまだ小学生。イエーイ。私の想像のくせに声出すなアホ。これは、ママとしてしっかり教育しないとダメね。ママただいまー。はい、お帰りなさい。今日のおやつは？その前に主ちゃん、ママ大事なお話があるの。何？それは。主ちゃん、これどういうこと？ママに説明してくれる？その、なんというか。いやー、ママ見つけてくれたのか。今日学校の授業で困ってたところ。はぁ？それ、学校の保健の教科書なんだ。へぇ、じゃあみんなこれ持ってるの？そうだよ、今日もみんなで音読したし。じゃあ主ちゃんは、こんな授業が行われてると？はい、では、音読しましょう。丸読みで、A記さんから順番に。はい、お宝写真満載。ギリギリ焼けつける太陽。小麦色の肌。ゆっくりビーチに集まった、水着ギャルライト普通。はい、よく読めました。こういう授業が行われてると？そっか、教科書だったのか。ごめんごめん。まったくママったら。で、そんな嘘で騙されるかー。バレたー。主ちゃん、これ、説明しなさい。ママ、勝手に僕の部屋入ったな。そんなことはいいから、なんだこれ？水着のお姉さんが出てる本。そうだな、子供がこういうの見ていいと思ってるの？その、なんというか。ママ、人間ってどこから来たんでしょうか？何言ってんだ息子よ。生命って、神秘的。うんすな。男も女もみんな、お母さんのおっぱいで成長してきたんです。だからなんだ。おっぱい、それは全人類の出発点なのです。自分の息子ながらキモいわ。で、おめえは何が言いたい？ママ、僕はその本をいやらしい気持ちで見てるんじゃないんだ。生命の神秘、そんなものを感じてるだけなんです。こりゃ相当重症だな。おし、明日病院連れて行こう。主ちゃん、これ何？は、知らねえし。あなたのお部屋にあったんだけど。だから、初めて見たもん、そんなの。じゃあなんで、あなたのお部屋にあるの？知らないってば。あ、あれだよ、友達が置いていったんだった。ほう、じゃあこれは主ちゃんのじゃなくて、お友達があなたの部屋に置いていったと。そういうことだな。てっさま、家に友達呼んだことねえだろう。しまったー。主ちゃん、これ何？小学生がエッチな本読んでいいと思ってるの？ママ、勘違いしてますね。中身も見ましたか？いや、ママがそんなの見るわけないでしょ。これ、エッチな本じゃないですよ。はい。その証拠にほら。映ってるのは全部オカマさんだもん。あらやだ。ママ勘違い。で、こっちの方がもっと心配だー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。